開始時のレベルがだいぶ低かったのでかなりちょっと辛いですね。これちょっと話聞いてもらってもいいか。お、リデンから一般への昇進、一般ですね。あんたがいれば俺らは安泰ってな。俺からも頼りにしてるぜ。ありがたくお受けいたします。戦闘がかなりちょっと厳しいのでちょっとこっちの方で頑張っていこうかなと思います。同盟と提供要請、でもだいぶレベルアップもしてきたので進行戦に参加していこうかなと思います。この取引がうまくいかないと。わかった。あ、成功、よかった。提供要請も行かないといけないです。この取引がうまくいく。この話、しまった。断られちゃった。援軍。進行戦が始まっちゃいましたね。もう一回頑張ってこようかな。さっき負けちゃった。ちと嫌な感じはするが、やらねえわけにはいかないな。さっきだいぶ苦戦しちゃったので今回はなんとか勝利したいですね。嘘、また負けた。マジでだいぶ厳しいね。レベルがちょっと低すぎたね。提供要請行かないといけない。この取引がうまくいく。分かった。あ、やった、よかった。あ、レベルアップ、レベル13。今回はこの方針でいくぜ。進行するね、利点。じゃあ同盟と提供要請と進行戦厳しいな。あ、なんかでも襲撃戦2回実行すると4800ももらえるんだ。これにしよう。じゃあ襲撃戦頑張ってこよう。まず同盟から。え、断られたの。マジで 83% で結構成功率高かったのに断られちゃったね。いけると思ったけど。じゃあもう一回同盟行かなきゃ。成功率 92% もあるけど。あ、よかった、カンメン、さすがだね。提供要請も頑張ってこないといけないです。あ、また関内のところの成功率がちょっと高めなのでここに行ってこようかな。66%、どうかな。この取引がうまくいかないと。あー、関内かっこいい。ありがたい。あとは
襲撃戦を2回達成する。取引を。気づかれる前に速やかに倒しなさい。あ、陳旧がいる。そう、ハックが相手だ。ああ、楽しませてもらおうか。お、防御がね、すごい弱い。防御が弱い。邪魔しないで。あ、全部弾かれた。あ、ちょっと待って、やばいやばい。強い。やばい、やられた。あ、間違えた。間違えて射撃矢倉なんか立てちゃった。回復が使えないじゃん。時間かかったんですが、襲撃戦成功しました。もう一回襲撃戦やんないといけないので、もう一回、次はここにしよっか。あ、夢がいるじゃん。レベルが低いね。夢操作しよう。今回じゃあちょっと夢で出撃してこようと思います。敵は気づいてないみたいだね。一丁驚かしてやろうか。安定の夢でちょっとサクッと終わらせられるといいけど。使いやすい。やるじゃねえか。すぐ戻ってくるから待ってるよ。
襲撃成功ですね。ユメ強かったですね。やっぱり激剣がすごい使いやすくて良かったです。レベルやっとレベル15ですね。お、レベル17まで一気に上がりました。あれ違う、夢大樹なってんじゃん。マジで。あ、しかも夢のところに配属されちゃった。今回はこの方針で行くぜ。来戦行ってこようかな。じゃあまずは同盟から。この取引がうまくいかご理解いただく。提供要請も行ってこないといけないですね。65% か、ちょっと厳しいかもね。この取引がうまくいかないと。分かった。あ、優しい。まさか夢の配下になるとはね。ちょっとね、どういうこと。せっかく夢の配下になったので、ちょっと宴会とかやって U コード、もう U コード A になってるじゃん。 U コード高めていこうかなと思います、ね、いい気分だね。 U コード S になっちゃった。せっかくなので、ちょっと告白はさすがにちょっと違うかなと思うので、夢と義兄弟になろうと思います。よろしいでしょうか。任せておいてくださいよ。私たちはこれで義兄弟。困難には協力して当たりましょう。あんまり当てにしないでくれよ。俺は頼りにするけどさ。夢と義兄弟になりました。今回は義兄弟でやっていきます。今回はここで終わりにしようと思います。次回は昇進を目指してまた引き続きプレイしていこうと思います。ありがとうございました。あんまり当てにしないでくれよ。俺は頼りにするけどさ。